やはり今日いっぱいはやみそうにないか。お待たせしました、源氏様。では、朝の仕事を始めよう。はい。おはようございます。
ジェシカのおかげで少しはゆっくり眠れたということかしら。おはようございます、奥様。源氏でございます。早朝から申し訳ございません。今行きます。何事ですか？おはようございます。何かありましたか？昨夜の落雷で電話機器に故障が出たようです。内線電話が不通になっておりますもので、直接のお伺いになってしまったことをお許しください。内線電話が不通？それは面倒になりましたね。修理は可能ですか？残念ながら故障箇所がわかりません。後で業者を呼んで修理させたいと思います。ということは、この台風が過ぎるまでは修理不能ということですか？つまり、客人たちの滞在中はずっと不通ということですね。客人たちのお世話に支障は？出ないよう、最善を尽くします。結構です。粗相のないよう、よろしく頼みます。朝食の準備は順調ですか？それが、ゴーダの姿が見えません。朝食の支度もまだ行われておらず。何ですって？大方朝寝坊でもしているのでしょう。とにかく誰でもいいから急いで朝食の準備を。
これは何のいたずらですか。悪趣味な。私も今ここにお伺いして初めて気づきました。後ほど清掃いたします。趣味の悪い客人の冗談でしょう。不愉快です。実に不愉快です。おはようございます、皆さん。おはよう、夏日さん。朝食も合田さんが作るっちゅう話やないか。朝から胃袋が大喜びで騒ぎっぱなしなんや。本家の楽しみは食事くらいがせいぜいですものね。エヴァさんも朝からご機嫌がよろしいようで何よりです。カノン、ゴーダはまだ見つからないのですか。申し訳ございません、奥様。お屋敷内もゲストハウスも回ったのですが、まだ。一体どこへ行ったというのです。とりあえず今はゴーダより朝食の準備が先決です。至急対応しなさい。はい。奥様、ゴーダだけではありません。旦那様の姿もありません。主人が？はい、奥様より先に旦那様に朝食の準備がないことをご報告しようと思い寝室をお伺いしたのですが、お姿がありませんでした。それから旦那様だけではありません。ルドルフ様ご夫妻とローザ様のお姿もありません。ゲストハウスにも屋敷にもですか。はい、ゲストハウスのお部屋にもおられません。大方、庭園のどこか、あるいは海岸の方で、相も変わらず遺産の話を繰り返しているのでしょう。とにかく、ゴーダを呼び戻さなくては、いつまでも朝食の準備が整いません。ってことはなんや、兄さんたちの話し合いはまだ続いとるんか。
兄さんもルドルフもタフね。ローザの場合は若さかしら。私たち昨夜の24時過ぎにはもう眠くてベッドに戻らせてもらったんだけど、確かにあの時点でもまだ兄さんたちは熱論を交わしてたわ。男って暑くなると嫌ね。カノン、表を探してらっしゃい。ゴーダを見つけたらすぐに戻って朝食の準備をするよう伝えなさい。かしこまりました。夏日姉さん、表とは限らないわよ。お父様の書斎ってことはないかしら。なるほど、考えられん話やないで。どういう話の流れかはわからんが、お父さんの書斎に場所を移してお父さんにも混じってもらって議論を続けてるっちゅう可能性は十分あるやろ。そのような汚らわしい話題を好んでお父様が書斎へ招き入れることなど考えられません。あら、そう。じゃあ仕方ないわね。ゲンジさんとカノン君は申し訳ないけど、外を探してきてちょうだい。確かに兄さんなら頭を冷やすために外を散歩しようなんて言い出しても不思議はないわ。たとえこんな天気でもね。私はお父様の書斎に行ってくるわ。ひょっとするとそこにいるかもしれないしね。客人であるエヴァさんにそこまでのご足労はおかけできません。私が行ってきます。朝のご挨拶も兼ねて。あら、じゃあお願いするわね。でも朝の挨拶を交わしてくれるかは疑わしいわね。夏日姉さんってお父様とは仲よろしかったかしら。仲が良いかは分かりかねますが、後宮家の跡継ぎの妻を許されるだけの信頼を得ていると確信しています。なら